丸曲げ丸曲げ丸曲げとは、江戸時代から明治時代を通じて、最も代表的な既婚女性の髪型。江戸時代前期に大流行した勝山曲げを変形させたもので、本格的な丸曲げの登場は、文化、文政頃と思われる。幕末には、曲げの中に和紙製の型を入れるなどして、形を保つようになった。 勝山曲げとほぼ同じ言い方をするが、曲げの輪が厚く広くなって、輪というより丸に見えるようになったのがこの曲げで、曲げの大きさで年齢が見分けられる。現在一般には、曲げの下に布を入れるところで勝山曲げと区別している。江戸時代後期以降、江戸を中心とした東日本で、明治以降は全国的に広く、一般に言われていた曲げだが、曲げの形に、 個人の好みを反映させるため、明治末期には、両国系、追い松形など数多くの丸曲げ型が売り出されていた。未婚時代には、島田曲げが言われるのに対して、結婚すると丸曲げに変わるので、オペラ、蝶々夫人を日本の風俗に忠実に演ずる場合は途中で、髪型を変えねばならず、カツラを2種類用意することがある。現代においては、島田曲げ、桃れ、 と、娘の髪型は、結婚式や舞踊発表会、祭りの時代行列等で見る機会が多いが、丸曲げや、先郊外、両輪等の既婚女性の髪型は、歌舞伎や文楽、時代劇以外では見る機会が少ない。以下に、丸曲げを見ることができる祭り等を挙げる。ありがとうございます。